撮影中一番楽しかったことは何ですか？撮影中一番楽しかったことは、私ガンシューティングゲームが好きなので、あのゲームマニアなんですよ。ゲームマニアで、であの DVD の中で、ガンシューティング、モデルガンをシューティングするっていうシーンがあるんですけど、それがすっごい楽しかったんですよ。初めてやったのですごい楽しかったです。はい。撮影中一番驚いたことは何ですか？はい、撮影中一番驚いたことは、ですね、体育館に DJ ブースが組まれていたことです。今回、私が DJ ギズモっていう名前で DJ 活動もさせていただいてるっていうのを、あのなんか DVD を作るときに言ったときに、なんかじゃあ DVD の中に DJ ギズモ入れちゃおうっていう斬新なね話になって、それで今日あのスタジオに体育館があったんですけど、そこに大きな DJ 機材と DJ セットを持ってきてもらって DJ プレイしました。めっちゃ楽しかったです。スタッフさんとイエーイって盛り上がって、あのスモークとかも炊いてもらってすごい楽しかったんですよ。そこも DVD 買ったらぜひ見てほしいところです。家に帰ってまず最初にすることは何ですか？家に帰ってまず最初にすることは何だろう、靴下を脱ぐことかな。洋服脱ぐ。あの家だとあのほとんどあのなんか下着にあのなんていうんですかね、 T シャツ一丁なんで、下着取ってパンツ一丁でなんか上着っていうか T シャツを着るっていうスタイルが一番安心するので、そのスタイルになることが家に着いたら一番最初にしますか。人以外に変身するなら何になりたいですか？猫になりたいです。猫になりたい、猫になりたいです。仕事がお休みの日は何をして過ごしていますか？仕事が休みの日は、基本的に家から出ないので、ずっと一日中寝てるか、あのゲーム実況が好きなんですけど、ニコニコ動画とかとかの、それをずっと永遠と見てます。はい、引きこもり生活最高ですね。だから今日すごいあのいろんなところを連れて行ってもらったんですけど、公園とかすごいね、久しぶりに外に出て楽しかったです。言われて嬉しい言葉はありますか？言われて嬉しい言葉、なんだろう、でもやっぱり普段はファンの人には言えないけど、好きだよとか応援してるよとかあの言ってもらえると、私ツンデレなんで分かったよとか言っちゃうんですけど、本当は嬉しいですよ。ありがとう。普段どんな服装をされていますか？普段は、結構ストリート系とかカジュアル系、アメカジとかが多いですね。ボーイッシュな感じが多いんじゃないかなと思います。うん、あでもあのたまにすごい飽きてあのウィッグをかぶったりして、あ DVD も中にも入ってるんですけど、あの女の子っぽい格好をしたくなる時があって、そういうのもねやってみたりとかしてるんですよ。理想のデートプランを教えてください。理想のデートプラン、なんだろう、いや私あんまり人と会話することが好きじゃなくて、本当にっていうとまたなんかファンの人に怒られるかもしれないんですけど、なんかあの会話しなくてもいい人とどっか静かな場所で静かに本とか読んだりとか、お互い好きなことができたらいいなと思います。うん、あでもディズニーランドとかも好きだから、あ遊園地とかがすごい好きなんですけど、遊園地とかたまに連れてってくれたら嬉しいなって思います。好きな異性のタイプはどんな方ですか？すごいあの直接的に言うと森山未来さんが好きですね。あとあのなんて言うんですかね、あのモテ期に出てくる森山未来さんが一番好きなんですけど、なんか冴えない少年みたいな人がすごい好きなんですよ。で体型はヒョロヒョロガリガリで、なんか守ってあげたいなって思っちゃうような人が好きです。
はい。男性のどんな仕草にドキッとしますか？どんな仕草だろう。あ、でもあんまりあのまともな男性と関わることがないっていうか、あの一応アイドルっていう仕事もやらせてもらってるので、なんかあの友達として男の人と会うことがあんまりなくて、そうお仕事のファンの方と男の人として接することはあるんですけど、でも最近ドキッとしたなって思うのは、なんかあのライブの時に私の名前を必死に呼んで、なんか私のことを見つめてきてくれてた時、なんか死に物狂いのその目にキュンときましたね。プチバのメンバーでもある篠崎浩さんですが、はい、プチバでの一番の思い出は何ですか？プチバでの一番の思い出、なんだろう。私プチバっていうグループを始めてからメンバーが3回変わってるんですけど、今のメンバーは辞めないで今半年間続けてくれてて、それって今すごいことだなって思うんですよ。だから一番の思い出っていうのが、まあ毎日だなって、毎日こう私と一緒にプティパっていうのを続けてくれてるっていうことが最高に嬉しいですね、いつも。うん、はい、はじめましての方もいるかもしれませんが、篠崎心と申します。プテパというアイドルグループもやっていて、金髪クソ野郎というあだ名がついているほどクソ野郎です。気になった方はぜひあの DVD を見るなり、私のツイッターを見るなりしてくれると嬉しいです。ライブもね、最近はめちゃくちゃ頑張っていろんなところでやっているので、地方にいる方もぜひぜひ遊びに来てほしいです。あ、CD もこの間発売したので、ぜひ買って聴いてみてください。ありがとうございました。